柔らかさ分かりますか？ほら、柔らかーい。チェキチェキ、こんにちは。表参道ヘアアーティスト、あやまるです。今回は正しいトリートメントのつけ方について紹介していきます。皆さん、ただなんとなくトリートメントをつけてないですか？トリートメントも正しいつけ方をするだけでトリートメント効果を最大にしてくれて、ツヤのある美しい髪につながっていくので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、それでは説明していきます。今回はお風呂場でやるトリートメントのつけ方の紹介になるので、私はここでやるんですけど、皆さんはお風呂場でやってくださいね。まず1回自分の頭シャンプーだけしてきますね。で、このシャンプーもきちんとしたやり方でやらないとトリートメントの効果が薄れてしまうので、正しいシャンプーのやり方についてはこちらの動画で詳しく説明しているので、ぜひこちらも参考にしてください。ではシャンプーをしてきます。はい、これでシャンプーすることができたので、ここからトリートメントをつけていきます。今回使うものは私が普段から使っているトリートメント、じゃん、こちらのイースタンダードのスキャルプのトリートメントを使っていきます。これめっちゃ香り良くて、でも重すぎず軽すぎずな感じで、今の時期とかはすごいぴったりなトリートメントかなって思います。で、これ頭皮についても大丈夫なトリートメントなんですけど、まあ今回は皆さんが普段使っているトリートメントと同じ感覚でやっていきたいので、頭皮につけずにやっていきます。まあだからこのトリートメント、メンズとかもすごくおすすめです。髪の短い方に頭皮についちゃっても大丈夫なので。はい、でまずトリートメントをつける前なんですが、お風呂に入ってシャンプーをしてすすいだ状態ですよね。で、この時に髪の毛がビタビタに濡れているとトリートメントが薄まってしまうので、トリートメントをつける前は軽く水分を絞ってください。ただ、あんまりもタオルとかでしっかり水分を取ったりしてしまうとトリートメントの馴染みが悪くなってしまうので、髪を握った時にちょっと水分がこの指の間から出てくるかなぐらいがおすすめです。で、今私の髪がそういう状態なので、この状態でトリートメントをつけていきます。トリートメントの量はこの私ぐらいの長さ、セミロングぐらいですね。セミロングの方はだいたい1、2、3ぐらいでいいかなと思います。ワンプッシュの量によっても変わってくると思うんですが、だいたいこれぐらいです。これぐらい。そしたら軽く手に伸ばしてもらって、こんな感じですね。で、最初に毛先を中心になじませていきます。もうこの毛先の部分って髪の毛の中でも一番ダメージしやすい部分で、パサパサになりやすいので、まずは毛先からなじませます。こんな感じ。外から内から、外から内からって両方からもうハサミ打ちですね。トリートメントをなじませます。手ぐしを通すように、外側内側ももちろんなんですが、この真ん中の部分ですね、ここにもちゃんとなじむように手ぐしをたくさん通して、ちょっと軽く握るような感じでなじませていきます。で、毛先中心につけたら、ちょっと表面の上の部分ですね、根元からだいたい15センチぐらい離れたところもなじませます。こんな感じで内側からこうやって手ぐしを通してつけてあげると均等につきやすいかなと思います。ちょっと上に持ち上げる感じで、で、後ろもこんな感じで髪を2つに分け取ったら、前に手ぐしを通してあげると、この後ろの内側も綺麗にトリートメントをなじませることができます。で、やっぱり全体に均等につけていきたいので塗り漏れがない方がいいですね。なので今半分に分けてやってるんですけど、これをちょっと減らして7対3ぐらいの割合で分けてこうやってつけていったり、反対側も7対3に分けてこんな感じでトリートメントをなじませてあげると、全体に塗り漏れなく、特に髪の毛を分けるところって塗り漏れがしやすいところなんですね。なので、たくさんいろんな場所で分けて、トリートメントをなじませるといいかなって思います。こういう感じとかね、左に全部持ってきてなじませたりとか、右に全部持ってきてなじませたりっていうのもいいんじゃないかなって思います。はい、これで全体にトリートメントをつけることができたら、じゃん、おなじみ知ってる方は多いと思います。この目の粗いフォームですね。これを使って、さらにトリートメントを均等になじませます。この時も優しく優しくフォーミングしてくださいね。ちょっと絡まってるなって思ったら、毛先から順番に溶かしてあげるとやりやすいです。はい、そしたら最後にまた軽くギュッギュッと揉み込んであげると、さらに浸透率が高くなります。あとはこのトリートメントが髪の内部に浸透してくれるように、だいたい5分ぐらいお時間を置いていきます。で、私はこのトリートメントを置いてる時間にこういうピンとかを使って、もう髪の毛を上で止めちゃって、この状態で体洗ったりとか顔洗ったりとかお湯に浸かったりしてます。まあそれが一番効率がいいですよね。で、たまにトリートメントを根元の方からがっつりつけちゃう方がいるんですけど、これはできればやめた方がいいですね。まあ、今紹介した私のこのイースタンダードのスカルプのトリートメントだったら大丈夫なんですけど、
けど、普通のトリートメントは一般的には根元にはつけません。なんでかっていうと、根元の方の髪の毛ってまだ新しい髪の毛になるので、摩擦によるダメージだったりとか熱によるダメージも少ないので、比較的健康な髪の毛になっています。なのでトリートメントをつける必要性っていうのがあんまりないっていうのと、根元につけることによって頭皮にべったりついてしまう可能性があるんですね。その頭皮にトリートメントがついてしまうと、トリートメントが毛穴に詰まってしまって、なかなか洗い流すのって結構難しいです。その詰まったトリートメントがしっかりとすすげずにそのままにしてしまうと、酸化してしまって頭皮の嫌な匂いの原因になってしまいます。なのでトリートメントは基本的には中間から毛先に向かってつけるっていうことを常に意識していてください。はい、ではだいたい5分ぐらい時間が経ったのでトリートメントを流していきます。この流すっていう作業もとっても重要になってくるので、今からお伝えすることをよく覚えておいてください。まずトリートメントを流すときはシャンプーと違って根元をゴシゴシゴシってする必要はあんまりありません。そもそも根元につけていないので、中間から毛先にこういう感じで手ぐしを通すようにちょっと軽くこういう感じですすいでいってください。あとはトリートメントの流し具合なんですけど、結構ぬるっとした状態で終わってしまう人もいると思うんですが、これは間違いで、ちゃんとトリートメントを流すようにしてください。このぬるっとした表面に残ったトリートメントって髪の毛の中に入りきらなかったトリートメントなので、洗い流しちゃって大丈夫なんです。これがトリートメント残った状態でぬるぬるな状態にしてしまうと、髪の毛を乾かした時になんかペタつく感じがしてしまったり、首だったりこの背中周りが荒れてしまう原因になってしまいます。なのでトリートメントはちゃんと流すようにしてください。では今から髪の毛を流していきます。はい、今流してきたのでこれで乾かしていきます。結構もうすでにツルツルです。今回はアウトバストリートメントはなしで乾かしていきます。はい、これで髪の毛が乾きました。めっちゃ手ぐしておりますよ。サラサラ。これアウトバストリートメントつけてないですからね。だけどこんなに柔らかいので、トリートメントがしっかり髪の毛に馴染んでくれてる証拠ですね。柔らかさわかりますか？柔らかい。このトリートメントのつけ方を意識するだけで髪もサラサラになるし、乾燥や摩擦から髪を守ってくれるので、皆さんもぜひやってみてください。はい、ということで今回は正しいトリートメントのつけ方について紹介していきました。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるので、たくさんコメントをお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。